ル・クレムラン・ビセートルは、フランス、イルド・フランス地域圏、バルドマルヌ県のコミューン、パリ南東部、13区のポルト・ギタリー界隈に接している。18世紀に描かれた、ビセートル城の廃墟ル・クレムラン・ビセートルの歴史は、18世紀までは、周辺の地域に含まれたものであった。中世のビセートルは、西側に隣接するコミューン、ジャンティーの一部に過ぎなかった。 1286年、ウィンチェスター市教ド・ポントワーズが打ち捨てられていた修道院施設を買い取り、城を建てた。ウィンチェスターが、ウィンチェスター、バイカスター、ベセトラとなり、城は、ビエーブル城と呼ばれた。これがベセトラになったとされる。城の所有者は、幾度も変わった。1294年、イングランド王エドワード一世と戦争中だった。 フィリップ4世が城を接収した。その後1304年にサボヤハクアメデオ6世に売却された。1346年アメデオ6世はバロア町のウルレアン公フィリップへ城を売った。百年戦争中の1371年イングランドの傭兵ロバート・ノールズが指揮するイングランド軍の攻撃で城は焼け落ちた。城を含む領地はフィリップ6世が サボヤ博アメデーを7世へ売り渡された。1400年、城をベリー公、ジャン一世が購入した。ベリー公は城を要塞として再建した。1410年、アルマニャック派とブルゴーニュ派による内戦が勃発した。ビセ生トル城はベリー公の本拠地となり、急戦協定が城内で結ばれた。しかし協定は破られ、民衆反乱を伴って、反ベリー公派は抵抗し、 武装した一団が1411年に微セトル城に放火、炎上した。1632年、ルイ13世は微セトル城の破壊を命じ、跡地に傷病軍人用の病院を建てるよう命じた。アンデ4世がかつてルールシ援ンヌ通りに建てた軍病院が移設された。病院は事実上、バンスポールによって運営され、その後は病院としても、 国立刑務所としても、精神病院の微セートル病院としても名高くなっていった。その住環境は悪かった。18世紀、フィリップ・ピネル、ジャンバティスト・ピュスさんの行動によって、病院に収容された患者の待遇に改善が見られた。フランス革命では、審判なしに収容されたすべての収容者の解放を許可した。18世紀終わりまで、 現在のルクレムラン・ビセートルの街は大半が田旗であった。フランス第一帝世紀1812年、ロシア戦役で負傷した軍人たちがビセートルの病院へ収容された。病院の近くにクレムリン、またはクレムリンの将校という看板を掲げた宿屋があった。このクレムリンという名が病院の周囲で成長した定住地の地名となった。1897年。 ジャンティーから分離し、独立したコミューンとなる。数短着用禁止を記した1900年のポスター20世紀、初頭のコミューンは、労働運動と結びついた。当時ルクレムランビセートルに移り住んでいた世帯は、恩恵派であった。1897年に選出された、初代市長、ウジェーヌ・トマは、共同組合運動の講演を受けており、ルヨーギュスト・ブランキの門弟であった。 急速に反教会政策が適用され、1897年には屋外での礼拝行進の禁止が布告され、1900年にはスータンの着用が禁止された。さらに、通りの名が革命や共和主義に関連した名称に解消された。トマは1919 19年に亡くなるまで市長の座にあった。次の市長であるジョルジュ・ジェラールも社会主義者であった。市は、 スラム街近くの不安定な土地の発展に努めた。市長は公営住宅の設置に努め、1920年代以降、多くの開発が行われた。第二次世界大戦中、ジョルジュ・ジェラールはビシー政権に忠誠を誓って市長職に残った。彼の職務室は解放運動を行うレジスタンスに銃撃された。1945年、共産主義者のガブリエル・ブリオンが、 市長に当選した。1947年に市長となったアントワー・ヌラクロワは第2インターナショナルフランスに所属して当選し、1983年までその職にあった。失業率は約8%。コミューン住民の労働者人口の約80%がコミューン外で働いている。ジーン・ジュベネル・デアーシン、イストワール・ジュロワ・チャラース6、パリ、 1653ありがとうございます。